綾部総兵綾部総兵大正12年10月5日は日本の衆議院議員。薬剤師。武蔵区に入間郡川越町出身。東京帝国大学医科大学生薬科や日本薬学校で薬学を学んだ後、郷里に薬局を開き、後には日本薬剤師会埼玉支部長となった。また、川越町会議員、入間郡会議員、同参事会員。 埼玉県会議員、同参事会員に選出された。1908年、第10回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。第14回に至るまで4回当選を果たした。その他に、川越商業会議所副会頭を務め、また、日本薬剤株式会社取締役、帝国科学生麻株式会社取締役、中竹銀行取締役、関東印刷株式会社取締役、 東日本炭鉱株式会社監査役を務めた。心差審議長通り、明治44年頃、中央が大塚屋の綾部薬局、一軒を置いて、五福太物の,の亀や、さらに洋物商、松忠など、どれも蔵作りで、この辺の町並みは立派だった。また松忠は国旗、旗竿なども飽きなっていたので、いつも大きな日の丸の看板を掲げていた。岡村一郎長、 写真集、明治大正省は川越ふるさとの思い出より抜粋。ありがとうございます。